これは山岡です。4回大会に青白王子にちょっと君誰かわからないからみたいなこと言われたんですけど、まあそろそろいいかなと思って。俺のことは知ってるよね、わかるよね。誰？いやいや君誰かわからないから知ってるよね。わかんない。うん、俺とやろう。あんま興味ないじゃん。いや興味なくても俺とやろうよ、俺と。誰かわかんないし。いや誰かわかんないじゃなくて俺とやろう。はい、次山岡です。ダメだろ。久保田さんやりましょうよ。いや、僕とやりましょうよ。それしか言わないでやってもなって感じですよね。久保田さんとやるためだけにここに来たんでやりましょう。俺とやるためだけに来たの？やりましょう、もう久保田さんとやることだけで来ましょう。まあじゃあ候補には考えておきます。絶対やりましょう。山岡さんですね。山岡です。わかりました、ちょっと覚えておきます。いいですけどね。おー、キンピラ来たな。キンピラやるかよ。おい、これやっといたな、てめえ。これえ、こいつ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 、キンピラ、こいつ、おい、これキンピラ、なんだこれ、こいつ、こいつ、いいですか。こいつやりましょう。お前さ、浅倉美樹の金魚くんだろ。はい、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 あげてみよう。あげとけよ、マジで。もうあげとけ、もうあげとけ、てめえ。てめえ、これ。やめてやめて。そう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 。おい、チンピラ。おめえが見切ったんだろ。お前、朝倉見ての金魚の変だろ。おめえ、有名人でも何でやろうぜ。なんだこれ、おい。おめえ、決まりな。こいつ、こいつがいいっすね。マジで。できます？できますよ。やろうぜ、マジで。よく手が来たな。マジで。俺とやらせろって言ってんだよ。おい。おい。俺とやらせろって言ってんだよ。今日やってみろ。あ、言ってた。おめえがいいんだよ。いや、どっかでも言われるよ。あ、俺は、お前なんか何？田舎の伝説なんだろ。田舎の伝説？なんだっけ？アイズの伝説。アイズのチンピラ？あ？ってやれよ、お前。俺ってやらせる。やってることは。お前、俺ってやるか？おい、やるよ。ガキ、俺ってやるか？やってんだよ。マジだよ。マジで。忙しいんだよ。じゃあ、ガキコットをやらせるよ。おい、あんまりやりたくない。俺もそうなんです。誰か知らない。おい、ね、やろう。今日はね、楽しみにしてよ。頼んだ。おい、約束だ。やらないな。君とはやらない。誰か知らないわ。うわっ、おー、来た。そこです。おー、来た。